チームでの自分の立ち位置は。あ、新人入ったんだ、CR。休みの日の、まああまり大きなライオン、ライオン。比較的その1422であった。で、知らないこの人は誰だ、わかんない。うんうん、強いね。サイトだと。ヘッショがすごいらしい。へぇ、このやっぱボトムの位置取るの強いな、アセント。この残り時間のヌルコマンドは厄介ですね。時間がなくなってきた。セットアップのアビリティが使えない。うわー、ギリギリの A、 20秒基準トレットがある。2名で守っています。さあ時間が過ぎた。走るか。ホントが入った。メディアスのファーストラット。残り時間15秒。時間がない、時間がない。うーリオ、うわー、しかし S が止めた。うめー、2人で守った。時間があります。2人で守ったな。ちょっとやっぱスキルが残ってるね、いっぱい。ただ逆にパラノイアを入れて前に出ているのはリジェクトで。いいよ、いいアクション。うわー、ここまで入ったものの、ここではリオンのカバー。これタケジェの位置バレて、カバー早え。あ、これで完全にバレましたね。タケジェ一人抑えた。タケ頼む。 1v3 スクエタケ。メジラ君として少しケアしなければいけないのは、でもちょっとフレンジーじゃきついイメージあるけどな。フレンジーであんまなんか3対1返してるとかあんま見たことないぞ。3と中は、じゃあ最初の一人になればいいんじゃない。タケ絶対無理。こんな2段、この上下2段の街絶対無理や。ただリオンのスローの、リオンが入っている。いや、これを読めているかどうか。ああ、これは大きい。リオンが抜けてきた。ただ問題はスパイク運べるか。ちょっと怖いぞ。ウルトもないもんな。しかもシャッター閉めてるぞ。レイダー。ここが大事だ。あ、ちゃ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 。シーズン越しないといけない。メイのカバー。ボムで走って。クラウドバースト。あ、落としてないか。リオンが一人。なんだこいつ、強すぎんだろ。ボムつ。リジェクター、レイタ残り一人。あと10。リオンの位置がつった。どこの多め。設置はできました。なんだこの新人。ここでフロムザシャドウズ。メインに逃げた。どうする？ワンオンツー。前後でも引いたか。ちょっとこれは強かったな。1マップ切り替えよう。リジェクト、マジ強かった。 CR 圧倒的なスコアでした。圧倒的だったな。圧倒的でしたね。なんかこのナイフのお尻にサイドになりました。取り返しに来る相手の動きを先に毛が生えてんのがいいね。先に前で潰した。うん、前で抑えた。お互いのナイトホールが入った。ただフッカーから囲まれてるんですよね、これ。お互い情報がない、音が聞こえない。逃げた。足音がない状況。トレイルブレイザー視認して情報を取りに行きます。 2v3 人数よりはリジェクトですが、止めた。ダブルキル。おお、しかしノリ戦返した。位置が分からない。わあ、降りてくるところを止めた。おお、クレイジー君の対応力。メイね、あのライトフォールが飛んできた時点ですごくこう、いやー綺麗。そのリコイル一番難しいのにバロレ。ボイスチャットが使えないわけではないですからね。そうですね。打ちやめないのすげえな。スポンガーから取りに、どう生かしていくか。 B サイト3名引きつけています。ただこの奇妙な数値が起きてる。おお、抑えた。抑えるのでかいな、そこシャワー。このワンキラ非常に大きい。ここでまた B に3人いるけども、早い早い。メデューが止まる。メデューが早い。メデューが早い。うんま、うんま。のトリプルキル。ネス、うんま。パーフェクト。ね、止めて後方のカバーを遅らせましたね。あまりにも上手すぎた。いや、ここまで打ち合いのタイミングで、なんでも、なんでブリムがまた出てくるって分かってんの、やば。いや、判断力やばいわ、マジで無駄がない。今の一個も無駄なかったね。本当に自信持ってると思いますからね。今の脊髄スキルよな、やっぱレイナンバーワンレイズだな、間違いなく。ネスさんは。テンタもうまいけど、いや、なんか違ううまさな気がするわ。テンタとネスさんのレイズのうまさは。レイズで強いんだよな。でレイズがうまいのはネスさんなの。世界大会から構成変わってなくて、対策いろんな動きとか見れてるはずだけど、対策のしようがないんだろうな、これ。マジで隙ないんだろうな。クリドライで前目のライン取れてますけど、対策されてるんだったらゼータも変えるしな。自信があるんやろね、この構成に。壁を壊していきます。タイエコは強いですね、特にこのミッドの結論。うわ、デップだ。デップ強気だ。あお、ここはジェプキン。ラズのカバーが入りました。
抑え込んでいきました。追加ヤノの人数差あるよ。5対4の人数状況。おおおおおおお、裏抑えましたね。あとは正面のディフェンダーサイドとラフター、いけるか。いいプラグラ、いいブーンボット。さあ中を攻略して、点がいる手前には。お、でもあるあるある、何も見えない状況。デップラーズ、デップラーズ、デップデップデップ、2人目、2人目、うわー、惜しい。何が見えたんだ、何今の。とんでもないな今のデップとんでもねえな。スロープからの取り返しです。オープン設置、スクリーンを取れている3名で確保しているゼータディビジョン、甘いがありません。ラズ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 チェブキン、かなりラズ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 ファーだったんですが、最後はラズのフォーキルで決めていきました。ゼータディビジョンファーストマップ、返しのプラウラー、さらにホーンとが見えてきた。ジェムキンの位置がバレたが、X ディルとクリスタル、浴場でのキルが発生しました。ショートからのエントリーが始まった。ジェムキンショートストッパー切った。ペイントダウンもある、ペイントダウンもある、下投げペイントダウン、シーズで足止め、ペイントダウンでデップが倒されている。4対2の状況返せるか黒。手前にはシュガーゼロ、え、なんかあれじゃねー、シュガーゼロ抑えた。さあシーカーが流れてくるが、ショートから来た、スパイ距離を、あ、スパイ距離を、え、あ、あ、抑えた。クラッチプレーの全圧金、これは間違いなく舌が出ています。出てますね。全圧金6本目を取った、素晴らしいきっかけ作りでした。もう先立つ勝負、ギャオー勝っちゃうんですね。簡単そうに見えますが相当難しいプレーでした。おお、2人目勝っちゃうんですね。勝っちゃうんです勝っちゃうんですね。これは一気に点、 B の手前ではトラネコ出待ち、ダブルキル、あまりにも大きすぎるダブルキル。浴場設置、やや壁が浅く隙間が空いています。壁を壊したゼータディビジョン、デップもワンキル取っていく。ヘブンへのプレッシャーをかけていきます。相手の裏飛びましたね、トラネコ。パラノイア、しかしここではデップが待っている。おお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 お、シャワー2分かってる。そこ抜いていった、ゼヤキショートもバレた。一応、え、デップ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 ラスト1、ワンワン、プラスは2個ある、もう1個プラスがある、デップ避ける、デップマジかよ、クラッチだ、逆転だ、11本目ゼータディビジョン、強すぎる、デップのエースで決めてみせました。なぜ M 金飛んでくるか、ブラストバックで当てれるか、ラズさん。あーでもランデブ置いたことによってジム金が飛んできても大丈夫、盤石の体勢。ジム金が飛んでくるぞ、ジム金が来るぞ。10秒先が見えるようなゼータの配置、飛んでこない、入ってない、しかもランデブ使ってない。うわぁ、オーマイガー、釣った。トレイルブレイザー、ここまで溜めていました。あっためていた。ショーティー、あと一発。バンダルに持ち上げた。エクスリル入っていくが、トラネコのカバーが入った。素晴らしい取り返し。4対2。エルボー2人か。きつそう。裏にいる。いい読みですね。エルボー2。マジできつそう、これ。うわ、2人で来る。え？デップ、ダブルキルだ。武器を持ち帰った。3人目は。あー、右のキル。このラウンド3キルで解除成功。祝砲だ、祝砲で14対13マッチポイント。スローブをバックサイドにポイント。さあラズは動けない、クローが苦しい、シュガーをダブルキル、挟んでる。 B 多いな、強いクリスタル、クリスタル2対2、クロー、クロー耐える、耐えてる、パルマエニコ入ってる、チャンス、18発、ダブルキルのチャンスだ。うわぁ、裏を取った、クロー、しかしトラネコサイドを取った、うわぁまたまたジャッジだ。今度はクローを見せた。この木もやば。抜き返すゼータ。ブラストパックで入ったジェムキン。うわー。シュガーゼロ。一ストレートのトラネコ。ワンワンだ。どっちもある。ある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 。ある横取った。わほー。今度はゼータがマッチポイント。マジか、ゼータリード。
追い込まれましたね、ブルビーズ。うわ、BB 惜しい。粘り強い、ゼータ。BB。あとはどこに引いたかですね。スポーンが若さりがに、そうですね。気になりますよね。確かにオーブ回収設置で蘇生はできるが、その音でバレる。うわー、うわー、惜しかったな、BB。激しい。マジで惜しい。もうちょいだったのに。